芝浦アイランド、芝浦アイランド、芝浦アイランド、芝浦アイランドは、東京都港区芝浦四丁目にある再開発地区の総称、愛称である。再開発地区は四方運河に囲まれた、島上の区域のほぼ全周に及び、複数の事業者による、高級大規模マンション、賃貸棟二棟、分譲棟二棟や港区による、公共施設などから構成されている。 再開発地区は、東京湾岸の埋め立て地であり、もともとは新密井製陶の工場や、都電の車両工場と操車場、東京とか水道局ポンプ場や都営アパート、富士エクスプレスのバスの車庫などが立地していた。これを、独立行政法人、都市再生機構、及び民間事業者発車、三井不動産、三菱商事、オリックスリアルエステート、住友商事、 新日鉄都市開発、伊藤中都市開発、大和ハウス工業、県コーポレーションが共同事業として再開発を行った。芝浦アイランドと名付けられた再開発地区は4つの外区から構成され、超高層マンションが、分譲、賃貸それぞれ2外区ずつ建設されている。地区は南北2カ所に分かれており、敷地面積約4.5万平米の北地区には、A1、 A2, A3 の3外区があり、南地区は敷地面積約1.6万平米の単一外区となっている。北地区は都市再生機構、当時は都市基盤整備公団が2001年、平成13年に東京都から取得、南地区は三井不動産をはじめとする民間事業者6社が新三井政党から2002年、平成14年に取得し後に、 両地区一体の再開発事業が開始された。完成した芝浦アイランドは、地区全体では倉庫数約4000戸、人口約1万人の町となっている。エリア内には、都下水道局ポンプ場と、都営アパート、バス車庫が現在も残るほか、周辺には倉庫やオフィスビルが多い。最寄り駅の一つである、田町駅の東口は都による、 再開発計画が決定しており、今後の発展エリアの一つという評価もある。また、西側を東京モノレールが通っており、付近への新駅設置を求めているものの、現在のところ同社親会社の東日本旅客鉄道は計画に着手していない。外区は四区画に分かれており、各外区ともタワー、詳細は工事図を中心に構成されている。また、 島を一周する遊歩道が設けられている。エアタワー。エアタワーは、地上48階建て、倉庫数871個の高級賃貸マンションであり、エントランス棟のクラブハウスと、住宅棟のエアタワーレジデンス及び店舗棟のエアテラスの3等構成にっている。10個の形式は37平米のワンルーム、家賃15万円台から229平米の4、LDK。 家賃150万円台までで2007年、平成19年3月に竣工した。エントランス棟には、コンシェルジュカウンターや入居者専用のカフェファーストラウンジ、各種パーティールーム、シアターールーム、応援ルームなどが設けられている。また、エアテラスには、店舗、ピーコックストアなどが入居している。住人には、クルーザーのチャーターサービス等も提供しており、 東京米エリアの魅力を満喫できる。A1 外区の土地所有者は、都市再生機構であり、民間供給支援型賃貸住宅制度により、民間事業者が定期借地権を借地期間70年で取得して、賃貸住宅を運営している。この外区の民間事業者は、三井不動産、県コーポレーション、新日鉄都市開発、オリックスリアルエステートである。飲食。 商業施設、グローブタワー。グローブタワーは、地上49階建て、倉庫数833個の分譲マンションである。建築設計及び施行は、鹿島建設が行い、2007年、平成19年3月に竣工した。10個の形式は47平米の 1LDK から178平米の 3LDK である。共用部には、コンシルジュデスク。 パーティールームやゲストルーム、フィットネスルームのほか、テニスコートが設けられている。テニスコートは、フットサルコートに転用可能。A2 外区の事業者は、三井不動産、三菱商事、オリックスリアルエステート、住友商事、新日鉄都市開発、伊藤中都市開発である。ブルームタワー、ブルームタワーは、倉庫数1028個の高級賃貸マンションである。 設計、施行は、清水建設により行われ、2008年、平成20年9月に竣工した。AA3 外区の土地所有者は、都市再生機構、UR であり、民間供給支援型賃貸住宅制度により三井、不動産レジデンシャルが、定期借地権を借地期間70年で取得して、賃貸住宅を運営している。a 外区の開発事業者は、三井不動産。 ダイワハウス工業、県コーポレーション、新日鉄都市開発、オリックスリアルエステートであった。ケープタワー、ケープタワーは、地上48階建て、倉庫数1095戸の分譲マンションである。10戸の形式は44平米の 1LDK から167平米の 3LDK である。建築設計及び施行は、鹿島建設が行い、2007年、 平成19年1月に竣工した。ケープタワーは超高層住居用の建築物としては、日本で2番目にトライスターフォルムを採用した。南地区の開発事業者は、三井不動産、三菱商事、オリックスリアルエステート、住友商事、新日鉄都市開発、伊藤中都市開発であった。かつては、東京湾にあり、20世紀に入り埋め立てられた、この地は、 都電の車両工場や製灯工場、とか水道局ポンプ場や都営アパート、バスの車庫などが存在する工業エリアであった。都電工場の痕跡は近年まで島の北端に架か,かる船地橋に見られたが、開発に伴い同橋は歩行者専用橋として掛け替えられることとなった。芝浦アイランドの東側の運河は芝浦運河、西側の運河は芝浦西運河である。 現在の芝浦アイランド地区は1999年、平成11年、全国で初めて高層住居誘導地区に指定されている。三井不動産はニュースリリースの中で、旧都電の創車場の名残であるレール塔を歩行者空間にデザインモチーフとして再利用するなど、この土地の歴史を継承した広場空間等のコミュニティスペースを創出します。都市、 都電施設が存在した歴史を新たな街の中で活用していく意向を示している。この方針に沿って2007年平成19年5月28日に竣工した新しい船地橋にはタイルレールを片切った装飾が施された。外区やターにより所要時間は多少異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。